カシ神宮駅は、福岡県福岡市東区カシー6丁目にある、九州旅客鉄道カシ線の駅である。駅番号は JD07。なお、西鉄貝塚線のカシ宮前駅とは、約1100メートル離れている。国鉄がカシ線を買収する以前に、博多湾鉄道機線がカシ宮前仮停留場として1924年7月13日に、 開設していた。当時は春と秋のカシー宮の大祭時及び臨時に産経客を取り扱う時に限り営業をする駅であった。その後1935年2月5日に停留場に昇格したが1942年に廃止となった。この停留場は後に JR 九州が開設するカシー神宮駅より営業キロの上では 0.4km、カシー側にあった。 1988年3月13日に JR 九州が現地点に新たにカシー神宮駅として開設した。さらに7月21日には新設駅舎が使用を開始し、この日から委託駅員が配置されるようになっている。駅舎の公費は420万円であった。駅ホーム駅を出発した列車端式ホーム一面一線を有する無人駅。 主語化の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。異常時には、遠隔案内に対応する。2019年度の1日平均乗車人員は1020人で、あり、JR 九州の駅としては、第166位である。駅名の由来にもなっている、貸子群への最寄り駅であるため、毎年正月の初詣客で多少は賑わうものの、 それ以外の利用客は多いとは言えない。利用客の多くが博多駅方面への通勤・通学客である。近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。駅前を加し線に並行する形で県道24号線が通っており、駅の出口と隣接する形で西鉄バスの神宮駅前停留所がある。駅周辺部は 広域的に見た場合の菓子地域の南端部にあたる。駅の北東側には小規模な商店や飲食店が点在する。その多くが駅開設以降に進出、開店したものだが近年は減少傾向にある。またコンビニエンスストアのローソンも2006年に閉店したため利便を書いている。駅の西側は昭和40年代に開発された一戸建ての 住宅団地になっている。駅の東側には昭和50年代に丘陵地域を切り開いて開発された住宅団地が広がっている。駅前に西鉄バス、神宮駅前バス停があり、以下の路線が利用できる。駅名はカシーグに由来する。ただし、カシーグは正しくは神宮ではない。五人に基づくカシー神宮の続称は当駅名に由来している。なお、 同じく、シ子宮に由来するにし貝塚線の最寄り駅名は、菓子宮前となっている。九州旅客鉄道、JD ー線泉菓子駅菓子神宮駅、舞松原駅。ありがとうございます。